tell you. はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、この画面見てみてください。どうですか？これ実はね、東京の中央区の、まさかこれ CG なんですね。はい、まあ大体もうわかるけど、まあ CG なんですよ。これ僕が一個一個これモデリングしたかって言われたら、まあそれ違うんですよね。はい、実はちょっとまあ Twitter でも、有名になってるんですけども、このね、ソサイティ 5.0 っていうのに、国がいろんな企業一丸として頑張っていこうよ、テクノロジーを使ってより良いね、 AI とかね、 IoT とかいろいろ使って、より良いね、社会を作っていこうよみたいなね、そういう取り組みがあるじゃないですか。そちらの一環として、全てのね、あの日本全国の 3D モデル、まあ言うたらビム化してですね、その建物一つ一つこうやって 3D 状態にこうやってするだけでなくって、それ一つ一つに高さ情報であったり、これはどういう建物であるよっていう情報を持たせて、それの情報をしかも全部一般公開、無償で一般公開するよっていう取り組みが行われているんですよ。はい、でそれをダウンロードして、僕はこれをツインモーションに入れてね、そのまま、まあ、いつも通りパーツを作っただけです。はい、これなんですけども、これね、もしあれだったら皆さん、これ敷地とかに使えるじゃないですか。で、建築学生にとってもすごい朗報だと思ったんで、今回はこれのダウンロードの仕方とかをね、全て共有していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで、これがツインモーションなんですけども、はい、こんな感じ、ちょっと一旦これ外すと、こんな感じになってます。なんかまあ土地ってか、こういうのがあって、あとはなんかブロックごとみたいなのに分かれててね、これでこんな感じでいろんな地域のモデリングデータがね、こうやって含まれてるんですね。で、結構細かいところまでちゃんとモデリングされてて、まあ実際こういう窓とかそういう部分、窓とかそういうね、凹凸みたいな部分、細かな凹凸みたいな部分は全てテクスチャーの方で、賄われているんですけども、基本的にこのね、この外観部分とかはしっかりとモデリングされてるので、まあ思ってるよりいいものができるのかなと思います。はい、でもこれも早速、さっき言ったソーサイティ 5.0 のね、流れでやってるものなんで、そちらのホームページに飛んでいきたいと思います。はい、こちらなんですけども、まずこれプラトーっていうね、ものなんですけども、国土交通省が進めている、先ほど説明した通りのものなんですけども、まあビーム化されたものですね。で、いろんなこういった企業が賛同していて、でこれらの企業を全ての力を合わせて作ったらしいんですよね。で、これ実際何ができるかっていうと、こんな感じでなんかビジュアル、まあ視覚性ですね、ただのモデリングとしての機能だったり、まあシミュレーション、なんか人がここら辺で混雑してますよっていうのをリアルタイムでなんか、表示させたりとかできるらしくて、こういう動きがありますよみたいなのも全て可視化されるということであったり、まあこれもインタラクティブもそんな感じですよね。お互い、まあ建物のその情報とかをまあ共有し合って、で全てをしっかりと把握していくよと、そういった流れでやっていく取り組みでございます。はい、こんな感じで、なんかいろんなコンセプトであったりとかね、こういう風に使われていきますよとか、まあもちろんこういう流れでできましたよみたいな、実は1995年からこういう風にね、阪神淡路大震災をきっかけにこういう動きが始まったみたいな、はい、そういうところもしっかりとこうやって記載されておりますので、皆さんよければこちらの方もね、ぜひ見てください。こちら概要欄の方に貼っております。はい、でこれね、実際じゃあ、まあ、どうやってモデリング、どうやってデータ取るんやっていう風にはなると思いますが、一旦ねこれやってみましょう。このプラトービューアップってありますよね、これをクリックしますと、はい、こんな感じで早速こうやってマップが現れるんですよね。で、これヘルプとかを見てるとこの使い方わかるんですけども、こんな感じで見たいところの、さっき僕が言った中央区なんで、これの建物モデルとかしてプラス押すとそこに行って、でこんな感じでモデリングねされたものが出てくるという、そんな感じになっております。で、これテクスチャー付きとかにしたら、テクスチャーがもうデータとして扱われている場所であれば、こんな感じでテクスチャーが使われると、そういうことになります。で、ここではまだダウンロードができませんので、これこうでじゃなくって、このね、まあ調べたら出てくるんですけども、この G 空間情報センターっていうところが、こういう風に、まあ国がちゃんとね認めたところなんで、はい、そこがこういう FBX であったりとか、まあこれ僕が今開けての
FBX なんですけども、他のね、なんか何種類かデータあるんですけど、基本的にはこの FBX でいいと思います。こちらのサイトでね、この FBX データを共有してくれております。でこれ533とかだけ見ても何かわからないと思うんで、基本的にはこの東京都に、ね、こうありますよね、これの詳細のダウンロードを押してください。でダウンロードを押したらこんな感じで出てきます。で例えばこれ今自分が見たのが練馬区のここやと、533-95409やとってなると戻りまして、533-95409とかなんたんやったんで、まずじゃあここのダウンロードを押します。でダウンロードしたらあの ZIP ファイルとかで出てきますので、そちらの方を回答してあげて、でそれをですね、あとはもうツインモーションとかに持っていくだけです。はい、今回僕がまだダウンロードしてないやつとかでな、ね、確認してみますと、まあ普通にここのインポートからね、こうやって押してオープン押して、でまだダウンロードしてないものをこうやってクリックして、これで OK を押すだけです。ここはちょっとねやっぱ重たいので時間はちょっとだけかかります。はい、こんな感じでね、このマテリアルコンフリクト、どうしますかみたいなの出てくるので、もうこれはそのまま Use Scene Material このままで大丈夫です。はい、これで OK を押しますと、この一番最後のところでね、また F を押したら、まあ、多分今できたのはこいつですね、このモデリングが追加されたみたいな感じで出てきます。はい、こんな感じでね、僕はこうやって一個ずつね、ちょっと時間かかったんですけども、時間かけながらもこんな感じでモデリングをねインポートしてやっていきました。で皆さんこういう時は例えば敷地がここだとするじゃないですか。じゃあここを多分クリックしてこうやって消せば、はい、こんな感じで敷地が空きますので、じゃああとはここに自分のモデリングしてるものを置けばいいみたいな感じになるかと思います。でこれちょっと一つ、まあ、欠点としてあるのが、今これ大きさがねすごい、まあ言うたらスケール感が今おかしいんですよね、すごく。で基本的に今の状態だとこうなってるんで、人入れちゃうとこうなります。本当に模型みたいな、多分これもそれこそ100分の1とかなんかそんな感じになってると思うんで、そういう時はこれこういうね、あの1個まとめられてるこういうのだと基本的には何もダメなんですよね。まず基本的にこれクリックしたらこういう出るじゃないですか。これがなんかねちょっとめっちゃ離れたところに出てきまして、まあこれはなんでか僕自身もまだちょっと分かってないんですけども、まあこれでタブとかこうやって押してやったら、これ普通だったらね拡大縮小ね出てくるじゃないですか。まあそれが出てこないんですよ。だからこのファイルの中のやつを選択してやらないとダメなんですけど、これやっとったら一つのデータでこんな死ぬほどあるんでちょっとキリがないので、まだちょっとあの自分のモデリングとこのデータを組み合わせるのはちょっとまだなのかなっていう風に今思ってます。またこれね新しい情報とか入ってやっぱできるわっていう風になったら、僕がまたそこね伝えていけたらなと思うんですけども、で今まあこんなんもういろいろこうやって説明していきましたが、もう大体のことはもう今分かったと思います。あ、そうなんやと、そんなもんでできるんやと思ったかと思うんですけども、まあこれ何が一番すごいかって、今まであのGoogle Earth とかで皆さんやってたかもしれないんですけども、 Google Earth って結構絶妙なラインなんですよね。そもそも商用利用とかが全てダメっていう風にもう言われてて、ちゃんと Google さんがねそういう風に言ってはりますので、まず商用利用がダメなんです。でまあそもそもそのスクショとか、まあなんか PDF とかできるじゃないですか、 Google Earth も。だからそれを使って何か作品を作るみたいなもういいのかみたいなところが結構議論されてるんですけども、結局のところそこ結構曖昧で、やっていいのかどうかもわからないみたいな状況だったんで、結構使いづらかったんですよね。僕の道の駅のやつも結局使ってはいるんですけども、それをまあ、商用利用とかで使ってはいないので、だからそこが結構不安なところだったんですけども、今回こういうふうに Google Earth さんじゃなくて、これも国がちゃんと正式に認めてる、国が出してる 3D モデルなので、でしかもこれねホームページ見てみたらわかるんですけども、これ商用利用とかも全てフリーですっていうふうに書いてあるんですよ。なのでこれを使ってまあお仕事のパースの背景にこういうのを使ってみたりとか、そういうのをしても全然 OK という風になりますので、ここが一番でかいのかなと思います。はい、ということでね、今回は国土交通省が、認めたね、国土交通省が認めたというか、国土交通省が先陣を切って作成したこの都市のビームデータですねを今回は共有され始めたのでね、そういうのがまあスタートしたよっていうことで、
今回皆さんに真っ先に共有させていただきました。これ以前モリモリがね、CAD マッパーのやつをね言ったと思うんですけども、 CAD マッパーよりももっとちゃんと正式で、所有利用 OK で、しかも、まあ、高さ情報とかももっとしっかりしてるよという風なものなので、ぜひ 3D モデルが欲しいときはね、特にこちらの方を使っていただければ、正式に最速で、まあ、パパッとできるんじゃないかと思いますので、ぜひこちらの方もよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。今回の動画良かったな、今回もめっちゃためになったと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。